決勝戦進出をかけての PK 戦が始まります。一番手最初に蹴るのはポンテです。120分戦ってかなり疲労もあるでしょうが、ここはポンテから来ました。まあ、経験もある選手ですしね、はい、まあ、現役選手だったらこういう雰囲気で蹴りたいなと思いますよ、うん、キーパーは韓国代表のキムヨンデ。よっしゃ、しっかり決めていきました。一人目のポンテ成功。飛ぶ方向は合っていましたが、まあ、それ以上に強いボール、そして左の隅にしっかりと決めて、まず一人目の役目を果たしましたポンテ。韓国は14番のボランチのキム・サンシクが行きます。アジアカップの韓国代表、歓声を背に受けて続き、あーっと、もう少しだった。読んでましたけどね。読んでましたけども、あー、うん、もう少しだ。意外とあの脇の下っていうのはね、難しいんですよ。もっとポストに近い方が止めやすかったりしますね。さあ、これで1対1、2人目はワシントンです。ずっと120分つけていたフェースガードを外して、視界も良くしてここは臨んでいきます。ワシントン、ポンテは左に決めました。ワシントン左、マイパーの逆でした。ワシントンが決めて、ホームの声援が一層大きくなりました。あ、ここで一本止めてほしいですね、はい、続き、先ほどはあのコースは、ね、あってわずかに脇の下というところでした、はい、今日2点取っているチェソングです。この人は非常にテクニックがある選手ですが、さあ、よっしゃ、弾いて、弾いた、止めた、鈴木止めた、おー、正面読めましたかね、今正面だと思いますよ。正面に来るところ、いや、このテクニシャンのチェソングは正面に蹴ってきましたが、もう読んだっすかね。これね、難しいと思いますがね、まあ、かけたんでしょうけど、うまくね、当たりましたね。そして阿部です。コンディション面では心配されますが、ここで蹴りますか。ただこの人は苦しい時でも、はい、その苦しさを上回る精神力、気持ちの強さというのがあります。まあ、ずっとね、若い時からね、こう怪我に流されてる面があってね、そういう精神的な強さを持ってますよ。すぐ蹴った。いやあ、足引きずってますよ。もうね、まあ、その時の苦労がね、今こうやってね、生きてますからね。しかしこの場面でこのキック。うん。まあ、助走が短いっていうのは、あのキーパーに呼ばれやすいところもあるんですけど。はい。まあ、今の阿部でしたらね、あの距離がいいんじゃないですか。さあ、キム・ドンヒョンです。よし、先ほどのチェソングが外した後という、キム・ドンヒョン、さあ、冷静にね、
当たってるんですけどね、ただこれ続きはコース当たってますね、当たってますね。途中出場の永井です。4人目、コンディション的には途中出場の永井、ここまでは誰もレッズの選手は失敗していません。ポンテ、ワシントン、阿部、もう少し強めに思いっきり投手ですね。長い、いやー落ち着いている、よしここだ。さあ次止めれば決まり、さあ行きましょう。2番のベテランのパク・チンソプが右サイドバックが出てきました。1本止めている続き、さあ行け、ワンフェイント入れる余裕ありますね、まだね。さあこれ決めれば、すべてはこの人にかかっています。平川、これは最高の雰囲気だね。決まれば決勝進出、浦和レッズ5人目に平川。さあいけ、おきりげ、アジア制覇の夢を乗せて平川、いやー決まった、よしよっしゃ、レッツ決勝進出。PK 戦を制してレッツ決勝進出を決めました。激闘でした120分の戦い、 PK 戦までもつれ込みました。最後決めた平川、指先のその先というわずかなところでもありましたが、気持ちがね乗り移ったような平川のゴール。レッツが PK 戦を制して夢の舞台へ、アジアチャンピオンズリーグ決勝進出を決めています。放送席、放送席、それではホルガー・オジェク監督にお話を伺います。まずは決勝進出、本当におめでとうございます。ありがとうございました。最後は両手を高く突き上げて喜びを表していましたね。Natürlich, meine, das ist heute ein großartiger Erfolg und ich meine, das Spiel war sehr dramatisch. Beide Mannschaften haben sicherlich eine sehr starke Leistung geboten mit sehr viel Tempo. Aber ich freue mich natürlich, dass meine Mannschaft heute diese super Leistung gezeigt hat und das Spiel gewonnen hat.そうですね、やはりですね、ものすごい喜びは大きかったと思います、まあ、あの今日のですね、チーム両チームともですね、非常にいいゲームをやってたと思います。内容はもうドラマチックだったんですけれども、まあ、本当にスピードのある試合でしたし、両チームとも本当出し惜しみをせずいい試合をやったと思います。もちろんうちのチームが勝って本当に嬉しいです。ゴールキーパーの鈴木選手にお越しいただきました。まずはおめでとうございます。ありがとうございます。最後 PK 戦までもつれ込みましたが見事勝利を抑えましたね。今の感想をお聞かせください。いや、まあ、その決勝に進めたことは非常に嬉しいですけども、その90分で決着つけたかったっていうのは非常に強かったんで、まあ、内容とも今日は相手の勢いに押されてしまったっていう感じで、まあ、PK になってしまって、まあ、なんとか勝つことできたんですけど、まあ、もうちょっと内容とかを修正していかないと優勝はできないと思うんで、まあ、まあ、まだもうちょっと時間があるんで頑張ります。 PK になった時ゴールマウスを守る鈴木選手の後ろに本当にたくさんのサポーターがいて心強かったんじゃないですか。まあそうですね、まあ、いつもなんで、もうちょっと最近慣れてるんで、あの
勝てるって信じてたんで、まあ、サポーターの力は確実に大きいと思うんで、まあ、最初はアウェーですけど、まあ、確実に勝ち点3取って帰ってこれるように頑張りたいと思いますが、決勝は。ありがとうございます。鈴木さんにお話を伺いました。インタビューをお伝えしましたが、宮澤さんどういうふうに聞きましたか。そうですね、まあ、あのこのゲームの難しさっていうのもね、間違いなく監督から伝わってきましたし、そしてやっぱり PK でも勝ったと言って、ね、次に進めるということのね、この嬉しさっていうのは出てましたよね。いや本当難しい戦いでしたが、すぐにですね、11月7日すぐにアウェーでのゲームがあります。ありますよね、決勝、まあ、第一戦、そこにもうベストコンディションを整えてね、頑張ってほしいな、取りたいですね。ここ今日のゲームの解説は宮澤ミシェルさんでした。宮澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。レッツが夢の舞台へ、決勝進出、レッツにとってアジアの頂点が見えてきました。11月7日アウェーでまず第一戦を戦います。